はい、そちらにね、まあ、車を置いて、まあ、こういったとこなんですよ。すごい。まあ、まずはね、まあ、このね、まあ、サンサロンになってるんですけど、まあ、前回はね、まあ、こっち行っちゃったんですよね。こっち行っちゃうとダメなんですね。まあ、こっちなんです。この道を行かないと着きません。ではね、まあ、歩き始めましょうか。まあ、約ね、1時間ぐらいは歩きます。皆さんはね、まあ、オフロードバイクでね、まあ、踏破するんですけど、バイクで、まあ、15分。まあ、そんな感じなんで、歩きだと、まあ、1時間以上。まあ、そういった感じになりますね。はい。歩き始めてね、ほんの30秒しか経っていませんが、まあ、こういった川があるんですよ。これ。まあ、こういったね、とこがね、まあ、2箇所ぐらいあるそうです。よいしょ。ああ。まあ、すごいよね。なんかね、雪がね、舞ってきてるような気がするんですけど。まあ、気のせいであることを祈りたいと思います。先は長いですからね。はい、歩き始めてね、10分くらい経過していますかね。まあ、こういった感じのね、まあ、すごい瓦礫。まあ、こういったものがなければね、車で登れそうですけどね。まあ、こういった感じのね、まあ、つづれ折りっていうかな。まあ、こういった道が続くと思います。はい。こういった感じのね、上りです。いやー、すごい。まだこれ、序の口ですよ。これからさらに続きます。まあ、ずーっと上の方まで登っていくんだね。はい。登り始めてからね、まあ、ずーっとコンクリートの道が続いてたんですけど、まあ、ここからね、まあ、砂利道が始まります。まあ、本格的なオフロードですね。はい。そちらからね、まあ、緩やかな坂道を登ってきています。ここにね、まあ、横にね、まあ、丸太がね、まあ、埋まっています。まあ、きっとね、何かの目印で、まあ、埋めたんだと思いますけど。まあ、進行方向はそちらです。左側が開けてるんでね、ちょっと、まあ、景色を紹介しましょう。まあ、こういった感じです。もうかなり標高が高くなってますね。まあ、先ほどね、まあ、採石場っていうかな。まあ、サイド場かもしれませんけど、そちら方向にあります。もうね、歩き始めて、まあ、30分近く経過してますから、あと30分。もう一分配ですよ。それでは行きましょう。先ほどのね、撮影ポイントは、まあ、そこの一つ先なんですけど、まだ1分ぐらいしかね、歩ってません。まあ、すると。
まあ行く手を阻むかのような、まあ倒木、なんかこのツタみたいなのが、まあ蛇に見えてしまいますね。いやー、行きましょうか。じゃあ皆さんと一緒に越えましょうか。はい、越えました。はい、頑張るぞ。そちらから歩いてまいりました。まあそしてね、まあこういったね、まあ分岐点、まああることはあるんですけど、まあ迷わないようにね、まあ、このような、まあ通せん棒みたいなね、そういったものがありますんで、まずは道なりに、まあ素直に行けばいいのかなと。はい、そちらからね、歩いています。まあ、するとね、進行方向。まあ、先ほどとね、まあ、似たような感じで、まあ、右ではありませんよという、そういった感じになっています。はい、そちらが進行方向です。あくまでも道なりですよ。まあ、こういった感じでね、まあ、渋川広域森林組合。まあ、林業再生緊急路、緊急路網整備事業。まあ、こういった感じで、支線には、まあ、立ち入りが禁止されていますからね。まあ、進行方向はそちらです。まあ、少しね、ちょっと雪が降ってきちゃいましたね。うん。周りはね、まあ、こういった感じね。それではね、頑張りましょうね。はい、そちらから歩いてきました。まあ、左側にもね、こういった場所ございますから。まあ、あくまでも進行方向は道なりです。はい、先ほどの撮影ポイントはそこです。まあ、するとね、これ。まあ、どう考えてもこれ本線じゃないですよね。まあ、こういった場所があるんだね。あくまでも道なり。ここで右行くと大変なことになりそうだね。はい、皆さんも気をつけてね。こちらですよ。まあ、きっとそうであろう。お願いします。そちらから歩いてます。まあするとね、こういった感じの、まあ左じゃありませんよという。はい。二本目の倒木。はい。じゃあどうしようかな。皆さんと一緒にまた越えようか。まだね、雪が残ってるからね。はい、越えましたよ。頑張りましょうね。先ほどのね、まあ、倒木の撮影ポイントがそちらです。まあ、するとね、まあ、ここはね、まあ、2回目のね、まあ、トカなんですよ。まあ、トカなんですけど、このつらら見えますか？まあ、本当はね、まあ、水がね、流れてるんですけど、今は、凍っています。
まあここまで来ればね、もうこっちのもんですよ。進行方向はそちらです。はい、2回目のね、まあ、トカポイント、まあ超えましてやってきますとね、まあこういった場所に出るんですよ。まあもしかしたらね、ここが最大の、まあ、難所っていうか、まあ、間違いやすいポイントだと思います。私もね、まあ、自信を持って言えるわけじゃないんですけど、まあ、こっちの少し低くなっている、まあ、視線みたいな感じになっている方、もしかしたらこちらが正解なんですね。ああ、やはりね、この道間違いですね。まあ、ここから先は行き止まりですね。はっはー。まあ、行けなかったね。なんでこうなりますかね。じゃあ元の場所まで戻りましょうか。でもあの動画どうだったんだろうな。はい、そちらからやってまいりました。まあするとね、まあ左とね、まあ少し下がった感じになってる道、そして右はね、まあ登っていく道、まあ道なりはまあこっちかなって気がするんで、まあこっちへ行ってみましょうか。果たしてどうなんですかね。はい、先ほどの分岐点からね、まあかなりですね、傾斜が急になっています。まだね、先があります。まあ果たしてね、本当に合ってるのかどうかっていう、この不安感が付きまとうんでね、まあ余計いけませんね。はい。まあ、このね、急な、まあ、傾斜をね、登ってまいりました。まあ、するとね、ガードレールです。待ちに待ったガードレールです。まあ、アップしているね、人たちもガードレールの道。まあ、それをね、見て、ここ映してるんですけど、映りますか。ガードレール。ま、正面、がらめき温泉。ま、こうなってますんで。このガードレールは嬉しい。もうすぐそうです。まあ、歩き始めてね、1時間半が経とうとしています。はい。このね、まあ、正しい道であろう、照明のガードレール。まあ、50メートルぐらいしかありません。まあ、そうするとね、まあ、ちょっとしたダムなのかな。まあ、沢の音がね、まあ、入ってると思いますけど。じゃあ、今度は少し本格的な、まあ、細い道になりますね。じゃあ、行ってみましょう。ちょっとしたね、貯水ダム。そしてね、まあ足元はね、これ、雪が凍ってます。まあ氷化しています。すっごく危険な状態です。まあこういった場所を選んで歩かないとね、もうすぐそこまで来ています。そちらからね、やってきました。
まあ、するとね、まあ、正面にね、まあ、ダムです。まあ、放流されてるんでね、まあ、3回目のとか、ここの流量が一番多いかな。まあ、こういった川です。でもね、幅はそんなに、まあ、広くないんで、まあ、なんとかいけるでしょ。はい、わかりました。まあちょっと雪の方がね、まあ降ってきちゃいましたね。もうすぐそこですよ。はい、右側のね、細い道から、まあ、登ってまいりました。まあするとね、まあすぐね、ヘアピンみたいな感じで向こうへ行く道もあります。それとまあ、このね、木立の間を、まっすぐ、登る道もございます。そして、まあ、左側ね、まあ、こちらにも道がございます。まあ、ここはいつもね、まあ、最後の、なんていうかな、まあ、三叉路。そういった位置づけだと思いますけど、まあ、真ん中が正解ですよ。まあ皆さんもね、ここまで来たら真ん中を選びましょうね。はい、山が最後のね、まあ三叉路、登り切りました。まあそうするとね、まあこの石垣、まあ過去にね、まあ温泉旅館がね、まああったんだろうなという、まあ、名残の石垣だとは思います。まあ、がらめき温泉のね。あ、いつも、そこにかかってるんですね。はい。がらめき温泉。ザ・がらめきホットスーパー。到着しましたよ。ああ、よかった。まあ、果たしてね、マンホールありますかね。まあ確かこっちの方なんですよね。いや、本格的なね、まあ雪が降ってきちゃいました。まあ沢の水がね、入り込んでしまっていて、まあかなり、まあ温度の方が下がってしまうという。お？もうほ。マンホール自体がありません。本当に？ちょっとカメラ切って探してみますね。先ほどのポイントはそちらです。まあなんかあれですよね、まあここだけね、まあ、周りよりも、まあ、気温が高いのか、あそこら辺、まあ、川のね表から、まあ、湯気が立ってるの分かりますか。そして
まあ、こちらなんですね。まあ、いろんな方たちがね、ここで、まあ、がらめき温泉。ユミさんも入ったのかな、2010年にね。今はね、ちょっとこの大きな石がね、まあ、あるんで、まあ、本当はね、マンホールのね、蓋があるんです。マンホールの蓋があるんですけど、あ、確かにここマンホールの蓋があります。あはぁ。まあ、このね、大きな石はね、まあ、どかせないと思いますね。まあ、温度はどうなんでしょうね。まあ、ちょっとね、触ってみましょうか。まあ、ちょっと。あったかあははは。確かに温泉です。まあ、もちろんね、これ温泉でなければ、まあ雪がね、まあ降ってるようなこの外気。まあ水の方もね、まあ氷水のようになってるのが普通ですけど、ぬるま湯状態です。まあ館内のね、沢の水がね、まあ入り込んじゃってるんで、まあこんなね、まあぬるま湯状態なんですけど、これでね、まあそちらのね、まあ沢の水、まあきちんとね、まあルート分けができればね、まあかなりの温泉にはなります。へえ。でもなんか湧出量自体があまりなさそうですね。あったか。まああとね、まあここで入るにはですね、この落ち葉、もちろんね、この岩、まあこういったものをね、まあどかさなくちゃいけないんで、まあ今回はね、まあ、2回目にしてね、やっと到達することができました。いやー、嬉しいですね。じゃあね、まあ、こちら。このようながらめき温泉。もう、相馬ヶ原のね、まあ、演習場に収容されてしまって、まあ、旅館営業がね、まあ、されなくなってしまったという話を聞いていますが、まあ、それでもね、まあ、今もなお湧き続ける温泉。まあ、がらめき温泉を紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。はい。もうね、まあ、がらめき温泉を出てですね、まあ、30分以上経過しています。まあ、ここはね、まあ、コンクリートのね、舗装道と、まあ、砂利道のね、まあ、ちょうど、まあ、境目になっています。まあ、ちょっとね、まあ、急いで戻ってきてるんで、ここでちょっと休憩です。お水ね。ああ、美味しい。まあ、なんでね、急いで降りてるかというと、まあ、車を止めた場所がですね、まあ、ちょっと、なんていうか。まあ、雪が降っちゃうとね、登れるかなっていう、そういった心配のある場所なんで、まあ、急いで帰っています。それじゃあ、番外編でした。天は我を見離さなかったね。よかった。はい。第一のね、溶かし店まで戻ってきました。まあ、ここはね、三つの石がね、置いてあるんですけど、
まあかなりねグラグラします。まあこんなわけで、まあここを通るときはね、なんかまあ裸足でね、まあ水の中入った方がいいかなみたいな、まあそんな気がしますね。まあもちろんね渡ったら足拭いてね、また靴履くんですけど、かなり危ないですよ。